こんにちは、バーヤンドです。今日は何についてお話しするかというと、女性が聞き上手だと思う男性の聞き方についてお話ししていきたいと思います。聞き上手な男性はよくモテると聞きますが、まず男性と女性では会話に求めているものが全然違います。例えば男性は会話で問題解決することを求めます。男性は昔から狩りに行き、いつでも攻撃ができるように意識していたので問題解決することが念頭にあって会話をする傾向があります。一方女性は昔は集落で団体行動をしていたので協調や共感を話し合うことによって会話が成立していました。なので女性は自分の話に共感してくれる人や話しやすいと感じ取れる聞き上手な人に対して非常に好感を持ちやすい生き物です。そこで今回は女性がすごく好感を持てる聞き上手な男性の特徴についてお話ししていこうと思います。この動画が参考になればぜひ高評価とチャンネル登録をしていただけるとありがたいです。ではバーヤンドチャンネルスタート。ポイント1、どんな時も聞き役に回っている。今少し思い返してみてほしいのですが、家族と話している時、友人と話している時、好きな人と話している時、仕事先の人と話している時、こういったいろんな場面であなたは話す方なのか聞く方に回っているのかのどちらが多いですか？聞き上手な男性はどんな時にも聞き役に回る姿勢があり、人の話をしっかり聞いている可能性が高いです。人によって態度を分けようとしたり、女性といる時だけ聞き役に回ろうとしても、普段から聞くことに慣れていないと最初は聞いているつもりだったのに気づいたら自分ばっかり話しているなんて状況に入れ替わってしまいます。実際この状況はめっちゃよく見ます。まず聞き役が苦手だなっていう風に思ったり、女性の盛り上がるポイントがよくわからないなと思ったことがある人は、普段からできるだけまんべんなく聞き役に回る努力をしてみてください。例えば相手から話が振られるまで自分から喋り出さないなど、少しルールをつけて実践してみるとより効率的に聞き上手になれる可能性が高くなります。ポイント2、話す時にはしっかり話せる。二つ目の特徴は、聞き上手ほど話す時にしっかり話せるということです。聞き上手という言葉だけ聞くと、とにかく聞く人という印象があると思うのですが、これは大きな間違いです。仮に本当にとにかく聞く人として徹底してしまうと、女性から見ると全然つまらない人だなというふうに思ってしまいます。本当に聞き上手な人は相手の話をしっかり聞くことができるので、どんな時に自分が話せばいいかということをタイミングとして把握できますし、話をしっかり聞いているので相手に寄り添った言動を取ることができます。話を終わって入ったり、相手の話がまだ終わってないのに勝手に関連付けて自分のエピソードに持っていかないようにしましょう。ポイント3、トークを相手から引き出すのが上手。聞き上手な人は相手からトークを引き出すのが非常に上手な可能性が高いです。例えばいくらあなたが聞き役に徹しようとしたとしても、相手が相当会話が上手い人じゃない限り大体会話は途切れてしまいます。この時聞き上手じゃない人は自分が話し役に回ればいいと思って自分のエピソードを話そうとしてしまいますが、聞き上手な人は相手からトークを引き出すためにどうすればいいかということを考えます。ちなみにこの3つ目の特徴をお話しすると、相手からトークを引き出すための聞き方がわからないと思う人が多いと思います。ですがこれは簡単で、ポイントはエピソード誘導をしてあげることです。これはセミナー講師や番組の MC などがよく使う手法として有名なのですが、最近あったことを何気なく話した後、そのエピソードから連想できる質問をつけてあげることです。例えば、最近道端ですごく可愛いワンちゃんがいてめちゃくちゃめんこかったんだよなとあなたが話してたします。これだけ話すと先ほどお話しした通り、ただの、話し役に回ったパターンです。なんですがこの次に、バナナちゃんは犬を飼いたいとかってある？などそのエピソードから離れない程度の質問を最後につけるだけです。この話し方の良い点は、自分の価値観も相手に伝えながら相手が話す機会をたくさん作れるという点にあります。さらにこの方法のとても良い点は、会話のネタが尽きないというところです。もし使える場面があれば使ってみてください。ポイント4、女性の負の感情に寄り添える。冒頭でもお話ししたように、男性はネガティブであっても解決に向かうために話し合いをする傾向が高い一方で、女性は自分の感情に共感してくれたり受け止めてくれたりする人と話すことで感情を整理する生き物です。特に辛い、
悲しい、寂しい、不安などの負の感情は自分の中で抑えておくことができません。聞き上手な人はこういった感情を読み取るのが得意な傾向が高いです。1点ポイントとしては、女性は解決策を欲しいわけではないので、男性の多くはつい解決するために話すことを優先してしまいがちですが、それはじっと抑えておくべきです。話してる側の女性はただ共有して共感していっぱい泣いてスッキリしたいと思う人が多いんです。ここは男性と違うので注意しましょう。もし女性の負の感情に寄り添うことができないなというふうに思ったことがある人は、ひとまず何も言わずじっと話を聞いてあげることが重要です。さて、今回のまとめになりますが、今回私がお話しした男性が聞き上手になる4つのポイントは、1、どんな時も聞き役に回っている、2、話す時にしっかり話せる、3、トークを引き出すのが上手、4、女性の負の感情に寄り添うのが上手。この4つのポイントを覚えておくだけで、あなたも聞き上手というふうに言われる可能性が高くなるので、ぜひ覚えておいてください。おまけ。はい、今日はですね、インスタグラムの方で私がおまけに出す質問を募集しますみたいな風にストーリーで出したことがあったんですけど、まあ、ちょっとそれで集まったものからちょっと順番に今日からやっていこうと思います。インスタグラムで私のフォローしてくれてる人はぜひ質問に参加してみてください。たまに出してます。はい、でですね、今日はまず1つ目、ナンパってどう思いますか。ナンパはまあ別にいいと思います。全然なんか悪いことではないと思いますし、まあ、ただ女性を怖がらせないようにだけは頑張ってください。次、最近欲しいものは、最近欲しいものか、なんだろう、なんだろうな、最近欲しいもの、なんだろう、最近欲しいもの、ものじゃないんですけど、海外旅行に行きたいので、海外旅行のだから旅券が欲しいです。次はじめまして、好きな男性の髪型知りたいです。好きな男性の髪型でも似合ってればいいんだけど、割となんかツーブロはすごい好きです、私的には。次、年齢25歳イコール彼女歴なしはどう思いますか。この言葉、彼女ができたら言った方がいいですか。別に良くないって感じ。っていうか、25歳イコール彼女なしっていうことで偏見を持つことの方がおかしいと思います。別になんか何にも偏見とか持たないし、それは悪いことじゃないと思いますよ。次、どうしたら告白する雰囲気になりますか。どうしたら告白する雰囲気になりますか。もうこれはやっぱさ、プランを立てて相手に予想させることがすごい重要かなと思います。例えば自分友達となんかフラッとどっかに行って、フラッとどこかで遊んで告白されるとかだとびっくりするかな。告白する雰囲気を作りたいんだったら、例えばここ予約したんだとか、ここ一緒に行こうと思っててとか、なんかチケット渡すとか、なんかそういう最初からこちらプランを立ててますよっていうことを少しでもこうアピールできる何かがあるといいかなって思います。次、初めて行くデートはどこだと嬉しいですか。初めて行くデートは映画館とかだと嬉しいかも。私は映画が大好きなんで、私はちょっとなんか前にちょっと初デートどこに行くみたいな動画をかなり前に出したことが、かなりちょっと前に出したことがあるんですけど、暗闇ってねすごいいいんですよ。親密な雰囲気にさせるって非常に暗闇って有効なんですよ。なので例えばじゃあプラネタリウムだったりとか、映画館とかカラオケとか、なんかそういうまあ行きやすいとことかいろいろ考えてみてもいいと思うんですけど、そういうとこだといいと思います。次、復縁ってできると思いますか。できると思いますよ私は。まあこれはでも私、ごめんなさい、ちょっと足組み替えちゃった。1個あるなと思うのは、復縁できるっていうのをなんか本気で信じてその人だけに固執して人生を歩むのはもったいないかなと思います。いろんな人がいるから、そういういろんな世界をこう視野を広げて見てみて、その上でやっぱりこの人だなと思ったらもう一回アタックした方がいいと思います。なんかそうですね、私は結構そういう風にやってきて今まで良かったなと思うことの方が多かったです。次、今彼氏いますか。いません。次、絶賛好きな人が来月から半年間海外旅行行ってしまいます。バイノさんならどうしますか。海外留学しても携帯はあるし、 LINE も使えると思うし、電話もできると思うし、なので、まあ、全然追いかけてもいいかなと思うんですけど、まあ、その代わり
意地は張らないようにした方がいいと思います。その人が帰ってくるまで絶対に自分は好きに言い続けるんだとか、なんかそういう意地を張りすぎて視野が狭くなっちゃうのはもったいないかな。なんかもったいないっていうのはあれなんですけど、だからその人のことを、まあ、好きな時まで海外旅行、まあ、好きな時までずっと一緒に連絡取ってたらいいと思うし、その人のことが、まあ、例えば飽きたじゃないけど、なんかそういう風に違う人でいい人が見つかったなっていう風に思ったら、その人と話す機会を少なくすればいいと思うし、そういうだけの話だと思います。今日はこれぐらいにしておこうかな。いっぱい、質問いただいたので、ちょっとこれから、どんどんこのおまけの時間とかで話していきたいと思います。では今日の動画は以上になります。バイアンドでした。